この偶話を元に掘られた壁。台北東部。群毛像を表すは、数人の盲人が、像の一部だけを触って、感想を語り合う、というインド発祥の偶話。世界に広く広まっている。しかしながら、歴史を経て原義から派生したその、通俗的な理言としての意味は国あるいは地域ごとで、異なっている。真実の多面性や語彙に対する教訓となっている。 ものが多い。盲人が像を語る、群盲像を撫でるなど、別の呼び名も多い。その経由へに、木を見て、森を見ずと同様の意味で用いられることがある。また、物事や、人物の一部、内しは一面だけを理解して、すべて理解したと錯覚してしまうことの、例えとしても用いられる。 様々な思想を背景にして解釈されており、ジャイナ教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教などで教訓として使われている。ヨーロッパにも伝わっており、19世紀にはアメリカの詩人ジョン・ゴッド・フリー・サックスがこれを主題にした詩を作っている。この話には数人の盲人が登場する。盲人たちはそれぞれ象の花や牙など別々の一部分だけを触り、 その感想について語り合う。しかし触った部位により感想が異なり、それぞれが自分が正しいと主張して対立が深まる。しかし何らかの理由で、それが同じものの別の部分であると気づき、対立が解消する、というもの。ジャイナ教の伝承では、6人の盲人が像に触れることで、それが何だと思うか問われる形になっている。足を触った盲人は、 柱のようですと答えた。尾を触った盲人は綱のようですと答えた。花を触った盲人は木の枝のようですと答えた。耳を触った盲人は扇のようですと答えた。腹を触った盲人は壁のようですと答えた。牙を触った盲人はパイプのようですと答えた。それを聞いた尾は答えた。あなた方は皆、正しい。 あなた方の話が食い違っているのは、あなた方が、像の異なる部分を触っているからです。像は、あなた方の言う特徴を、すべて備えているのですと。この話の教訓は、同じ真実でも表現が異なる場合もあることであり、異なる信念を持つ、者たちが互いを尊重して共存するための原則を、示している。七人の盲人とされる場合もある。 これは、ジャイナ教の相対主義の考えに基づく説話である。日本の浮世絵師、花草一丁による、修古像を、なでずず仏典には、教養のない者、とりわけ仏教の教えを信じない者を群毛に例える、記述が数多くある。群毛表像の話も数箇所に掲載されている。パーリ仏典寺説教では、釈迦は、様々な邪見に基づいて論争する。 シャモンバラモンを取り上げて、彼らを軍王表像に例え、一部だけを見て、その一部分に執着して論争していると説いている。超和言行では、鏡面王という人物が十人の盲人を集め、それぞれが花を曲がった長江、牙を絹、ね、耳を見、頭を叶え、背を給付腹を壁、後ろ足を、木、白を柱、後を薄、王、に例える話になっている。 大老単行毛の例えが蛇になっている他は、長和言経とほぼ同じである。清行でも、鏡面王が主催だが、花を名は、牙をくさび、耳を見、頭を、亀、甲を、奥、背を痩せ、脇をたん太ももを置き、足を薄、つおははきと例えるものが少し変わっている。大発目半行では、収毛をかくてもってぶれ。 収毛不説造体また非不説たとかずとも皮図などとの表現で像が仏性の比喩として述べられている。仏性は仏以外の無名の主張はもちろん従々の菩薩でさえも十分完全には知り得ない仏教の究極の真理、すなわち活用しである。しかしながら、全くの断然根であっても仏になれる可能性があるとも説く。下言行では牙をね。 耳を見、頭を石、鼻を綺ね、足を薄、背を床、腹を噛め、を蛇となっている。いずれの教えでも、世の真理を知るには、仏教の教えが必要だと結論している。13世紀に成立した、五島絵言にも、バ爆像の語が数回登場する。19世紀の初めに出版された、北斎漫画第八冊の中にも、この話を元にした絵が掲載されている。 今日のアフガニスタンのガズニーに住む12世紀のペルシア人のスーフィズム詩人、ハキーム・サナイは、その著書、壁に囲まれた真理のそのの中で、この話を紹介している。13世紀、ペルシア人の詩人で、スーフィズム教師のジャラール・ディーン・ルーミーは、その著書、精神的マスナビーの中でこの話を詩にしている。ルーミーは、サナイの影響を強く受けており、 この詩のヒントもサナイの詩集から得ているが、話を暗闇の中の像と少し変化させている。この詩は、あるヒンドゥー教徒が暗闇に像を連れてきたことで始まっている。数人の男が暗闇の中で像に触れて感想を述べ、鼻を水道管、耳を帯ぎ、足を柱、背を玉座のようだと感想を述べた。ルーミーはこの詩を視野の狭いものは、 手の感触で物を知ろうとしているに等しい。手の感触では、物事の全体はわからない。おののがろうそくを持っていれば、認識の違いはなくなるのにと結んでいる。1909年出版の書籍、ゴールデントレジャリーリーダーズに描かれた、サシエ欧米では、19世紀のアメリカの詩人、ジョン・オッド・フリー・サックスが1872年に、発表したシザー・ブリントメンザ・エレファント。 によりこの話が有名になった。インドで6人の盲目の男がゾウに会いたいと出かけていった。彼らは、それぞれが異なる部位を触った上で、ゾウが壁、蛇、木、扇、ロープのようであると主張し、意見が対立した。サックスは言う。進学論争はこれに似ている。彼らは別の人の意見を理解することができていないと。 20世紀のハンガリー生まれのイラストレーターポール・ガルドンは1963年に出版されたこの本にイラストを描いている。中国生まれのイラストレーターエド・ヤングは1992年にサックスの話を解作した絵本セブンブリントマイスを描いている。日本では凡人が大人物、大事業を理解しがたいありさまの直輸として使われる用語である。 19世紀のインドの宗教家、ラーマ・クリッシュナは、1883年多州に、不寛容な人々を悟すため、この偶話を引用している。デビッド・ボームは1951年に出版した、量子論の中で、粒子と波動の二重性を説明するのにこの話を、引いている。20世紀のインドのスーフィズム研究家イドリー・スシャーは、1970年の、著書。 ザ・レルミス・プローブの中に微小な視野からだんだんと広げていき、最後にようやく像の全身が見える様子の話を載せており、この話はリチャード・ウィリアムスによって4分間のアニメーションにもされている。この話は群毛像を表すをヒントに作られたものである。アメリカの作家ニール・スティーブンスンは2008年に発表した長編小説アナサムの中で この話を引いている。HIV の研究家、ミハエル・レーダーマンは、2008年の論文の中で、タクロ音声 B 細胞反応における、B 細胞の振る舞いがこの話に似ていると述べている。ミシガン大学の研究者、アーロン・エルキス、ドゥラゴミール・ラデフラは、2008年の論文の中で、論文の引用は、引用先の一面のみを捉えているために、偏りがあり。 引用文の集合を要約してもなお引用、元論文の概要文とは、差異があることを示している。2010年、製薬会社のバイエルは、目隠しをした女性が異を触って、正体を言い当てる、という趣旨のテレビコマーシャルの中で、否認製品を部分的な情報で選ばないよう、宣伝している。ありがとうございます。